マハアバリプラムは、インド南部のタミルナード州北東部ガンチプラム県に、所在し、ベンガル湾に臨むかつての港湾都市。古名はマーマラプラム。別名、セブンパゴダ。チェン内の南約60キロメートルに位置する。ヒンドゥー教の聖地の一つとして知られ、5つのラタや、海岸寺院、ガネーシャラタなど初期、ドラビダ様ヒンドゥー建築の代表的遺構が多く、所在する。 マハーバリプラムの海岸4世紀から9世紀にかけて内陸のカーンチプラムにはパンラバ町の首都が置かれていた。パンラバ町の4世紀から5世紀にかけてはマイスール方面に起こったカラブラ朝の勢力下にあったものと考えられ、詳細の不明な点も多いが、6世紀後半に現れたシンファビッシュヌオーはヒンドゥー教信仰を持ちカラブラ勢力を打ち破って、 ロードをカーベリカは流域に広げた。シンハビシュネはさらに、パーンディア朝やスリランカの統治者とも争い、その後継者のマヘンドラワルマン一世の時代には、バーダーミのチャールキアアサとの抗争が始まった。カーンチプラムの東6 5トルに位置し、ベンガル湾に臨むマハーバリプラムは、6世紀以降、パンラバ朝における、東西貿易の一大拠点として栄え、町には、 数多くのヒンドゥー教寺院が建立された。自ら、フミトと称した、マヘエンドラバルマン一世の時代には、岩屈寺院に、新しい建築様式が生み出されるなど、文化の面で顕著な発展が見られると評される。その後、ラシンハバルマン一世には、バーダーミのチャールキアヤ朝より、首都、カーンチプラムが攻撃を受けるが、これを撃退して逆に、バーダーミを占領した。逃走現状が、 南インドを旅行したのは、ちょうどこの時期にあたる。パンダバ朝は7世紀末にチャールキアーサとパーンディア、朝の攻撃を受けたが、ナラシンハバルマン二世の第二は平和と繁栄を取り戻し、マハーバリプラムの海岸寺院や、カーアンチプラムのカーラーサナータ寺院などのヒンドゥ建築、また文学においても水準が高いものが生まれたとされる。パンダバ朝における、優れた建築様式は、 タミル商人たちによって、スリランカや東南アジア各地にまで伝えられた一方、軍事的には、パンラバ朝と対立したデカン高原の前期チャールキや、朝の建築、特にパッタダガルのヒンドゥー建築にも大きな影響を与えた。パンラバ朝のマーマルタ王やその公営は、貿易港であったマハーバリプラムの海岸と岩山に、数多くの寺院や彫刻を残した。 河口岩の岩山を掘削した石窟寺院、牧歌的な趣きのある岩壁彫刻や石堀寺院、また最初期の石像寺院である石積みの海岸寺院など、インド中世建築発祥の地の一つとして、極めて重要であり、1985年には世界遺産の文化遺産に登録された。ことに、当時の木造寺院を模して壁面に、 ライオンや像などが刻まれた5つのラタと呼ばれる一連の石堀寺院は得意な遺跡として名高い。マヒシャマルディニーマンダパクツかつて貿易港として繁栄した海岸沿いの河口岸大地には10を超える石窟寺院が残っている。いずれも小規模であるが、バラーハマンダパクツ、マヒシャマルディニーマンダパクツ、トルムールティクツ、アーディバラーハクツは建築。 彫刻とも極めて優れているとされる。なお、石窟寺院建築には未完成の状態で建造を中止したものがいくつか散見される。石窟寺院の柱ははじめは太い角柱であったが次第に細くなり、中脚にはパンラバ町のシンボルでもあるライオンが掘られるようになるという変遷が認められる。後世には立ち上がった姿勢を示す。 ライオンバであるが、マハアバリプラムでのライオンは、まだ座った姿をしている。ガンガーの効果岩壁彫刻は、浮き彫りの手法が取られ、マヒシャマルディニーマンダパクツには、シバの火で八本の腕を持つドゥルガー女神が、ライオンの背に乗り、水牛の姿をしたアスラの狩猟を、マヒシャアスラを退治する場面を表現したものがあり、また、バラーハマンダパクツの、ガジャラクシュミーも浮き彫りの傑作である。 マガイ彫刻では、高さ9メートル、幅27メートルの岩山に掘られたガンガーの効果があり、石を掘ったレリーフとしては、世界最大の規模を誇る。この彫刻にはもう一つ解釈があり、インド最大のジョジシ、マハーバーラタの中のアルジュナの苦行の場面を描いたとするものである。マガイ彫刻には他に、クリシュナ・マンダパにも、ゴーバルダナさんを持ち上げるクリシュナがあり、 キャシャで柔らかい群像が描かれた傑作とされる。パンチャラタ堂の全体を岩の塊から掘り出した岩石人を現地ではラタと呼んでいる。マハーバリプラムのパンチャ、ラタとはドラウパディ、アルジュナ、ビーマ、ダルマラージャ、サハデーバであり、それぞれマハーバーラタの主要な登場人物の名にちなんで命名されている。いずれも屋根の装飾から 壁面の彫刻、門中に至るまで極めて聖地に作られており、また、上述した通り、当時の南インドの木造寺院を模したものであることから、南インド7世紀の古建築の様相を伝えるものとして、史料的価値も極めて高い。19世紀に発掘された、得意な遺跡である、海岸寺院7世紀末用から8世紀初頭にかけて、海辺に建てられた、 海岸寺院は霧石を積んで混流した石像寺院で中期ラージャシン派ナンディバルマン様式に属するとされる。他の遺跡や遺構は7世紀中期から後期にかけてが多く7世紀前半に遡るものも若干存在する。つまり、マハーバリプラムの中では新しい年代に属しナラシンハバルマン二世統治下の遺構である。 大小二つの南方型に属するビマーナが並んで立ち、いずれも長部に半球状のカンリをいただいている。潮風や波浪による侵食作用により損傷や崩壊が危ぶまれている。六世紀以降のパッラバ朝、チャールキアーサ、パンディアーサの三王国構想時代の南インドは文化的には新しい発展を遂げた時代である。北インドのアーリア人文化の南インドに対する 影響は、紀元前のアショウカ王の時代から見られるが、4世紀から5世紀に、かけてのグプタ朝における新しいヒンドゥー文化もまた、南インドにもたらされ、それまでの仏教やジャイナ教あるいはドラビダ系固有の信仰に代わって浸透していった。それとともに、芝神、ビシュヌル人などの新しい神格、リンガスーハンや化身思想といったグプタ文化の諸相は、 南インド固有の伝統文化と融合し、さらに新しい文化の形成が促されたのである。マハーバリプラムの建造物群について言えば、石窟を中心とする古代から石像を主とする中世への建築史上の転換が見られる点が注目される。上述の石窟寺院が未完成のまま残されていることは、その間の事情を示すものと考えられる。建造物群は、 同一箇所において、石窟寺院、石堀寺院、石像寺院の順で推移したことを示し、また、この地域が南インドのヒンドゥー建築を主導していた地域であったことをも示す点で極めて重要な資料となっている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。